ちょっとコーヒー入れとこうかな。待って、なんかさ、やっちゃった。これカウント増加、福島県日の江また55、福島県沖、マグニチュード 6.3、最大震度4、マグニチュード 6.2、マグニチュード 6.3。 ただいま地震が発生しました。落ち着いて身の安全を確保してください。マグニチュード 6.4、最大震度5弱。マグニチュード 6.3、最大震度4。マグニチュード 6.4、最大震度5弱。緊急地震速報を受信しました。推定震度は2です。マグニチュード 6.7。あ、そう、昨日さ、地震あったじゃん。マジでびっくりしてさ、ね、本当にびっくりしてさ、どうしようかと思ったの。え、長かったじゃん。考えたの。一回机の下入ったの。え、なんかその時作業しててパソコンの前でご飯食べてたんだけど、作業しててさ、え、でさ揺れたの。やばいと思って、長いと思って机の下入ったんよ。で、そこで考えてたの。これはどうしたらいいんだろうかと思って。でも、この、もし家が崩れたら死ぬと思って。ってことは、外に出るべきなのではないのだろうかと思って。外に出ようかな。いや、でも、出ない方がいいのかなって考えてたら収まったんよね。でも、なんかさ、避難訓練とかでさ、地震が収まってから移動するみたいな、言うじゃん。収まってから移動ってできるのかなって思って。避難訓練はさ、本当じゃないからさ、わかんないじゃん。本当になってみないとさ、どうなるかどうかわかんないじゃん。崩れてさ、出れなくなったらどうするのとか思って、考えた結果、考えてたら終わっちゃった。収まりました。収まることに越したことないんですけど、どうしたらいいんだろうねって思った。どうしたらいいの。でも外危ないって言うよね。え、でもさ、家の中にいるよりさ、道路の真ん中とかにいた方がさ、って思うじゃん。思ったの、シュンは。え、なんか、家の中、やばくないと思って、道路の真ん中に立ってた方がいいんじゃないかと思ったんだけど、やらなかったけどね。どうすんの？みんな。え、それ思うよね。引かれちゃう。確かに。ツイッターは収まってから見たよ。でも、パソコンで作業してたんだけど。みんなツイートしてた。本当にみんな、やばいって言ってた。みんな、やばいって言ってた。みんな同じようなこと言ってたわ。でもね、何も倒れたりしなかったな。でも、レムリンのフィギュア揺れてたよ。ガタ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 って。レムリンのフィギュアが、ガタ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 って揺れてた。くらいかな。そんぐらいだね。なんかさ、シュン気になることなんだけどさ、めっちゃ高いさ、マンション。え、超高い。え、もう超ウルトラスーパー高いマンションとかにさ、の一番上にさ、住んでる人はさ、てかさ、崩れたりしないのかな。さすがにそんなことはないんかな。怖くない？あ、揺れやばいんだ。え、住んでるの？高いマンションに。エレベーター止まったらやばい。え、だってさ、階段で、無限階段編じゃない？それ。なんか壊れないのか。なんか壊れそうで怖いけどね。っていうね、そう、昨日びっくりした。みんなは大丈夫でしたか？何してた？みんなは昨日。寝てた？起きた？起きるか、さすがにあれは。配信見てた？ツイッター？配信見てた。みんな配信見てるやん。配信見てたの？配信見てたの？みんな。チョコレート食べてた？自分で買ったやつ？彼女とゲームしてた？嘘をつ。